アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちはスペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け金融宮を抜けて第三の宮掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガはカミューとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受けとっくに死んだかと思っていたが、神の罰を受けたのはお前の方ではないのか。サガ、アテナを殺しサンクチュアリを乗っ取るという愛された野望に敗れたお前は天罰を受け自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの巣窟となりスペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくる。サガよ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガをアテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまといこの掃除宮を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得た。バカな。アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩の上、そしてポセイドンの海底神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流しこの罪深い彼女もお許しになられたのだ。これからはアテナのため正義のため戦い抜くの。邪悪の輩はこの掃除宮から先は一歩も通さぬから覚悟しよう。サガよ。やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ。そんなまやかしがこのサガに通用するか。はいと。はっ。アテナを止め。お前のうっつらな忠誠心だ。このサガが引き離してくれる。今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと超千万。気が済むまで笑うなよ。あらわれ正義のためにひたすら戦い抜くのみ。お前の心は悪の中に染まっていて決して拭うことなどできはしない。それは私が一番よく知っている。お前が知っているのは13年前の話だった。私は生まれ変わったのだ。サガよ、サガよ、消し止め。人間でさまようない。パーフェクト。ウィナー。アテナを裏切った罪は重いぞ。サガだ。100分の1も力を出しておらんのだがな。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしてもあいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、まさかまさか夢にも思わなかったぞ。だがお前が本当に悪の心を捨て去り純粋に正義に目覚めたかどうか真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ。カノン。